はい、どうも岡田千恵里担当プロデューノのテコタンと申します。はい、4月末の復刻ガシャが来ました。はい、ここが4年目、3年目、2年目となっております。はい、復刻なんでね、さっくりじゃあアイドル詳細を見ていきましょう。はい、これなんか去年もなんか読めへんかった気がする、色の名前。はじめちゃんということで、はじめちゃんはクールチアーのライスパークルとなっております。はい、そしてこの甘いロマンス三村かな子ということで、センター効果キュートプリンセスの特技、一味違うきらめきということでフォーカスとなっています。はじめちゃんの特技名読んでないね。甘き彩りでした。はい、エセラヤはロッキングメイド木村夏希ということで、夏希っちはファッションアビリティの特技、女の余裕ということでオールラウンドとなっております。はい、ここがガールズチャレンジっていうことでね、ちょっとなんかテーマ的になんか不思議なテーマやったんやけど、衣装がね2人ともめっちゃ可愛いんよね。はじめちゃんは可愛いし、かな子はすごい綺麗しっていう感じで。はい、そしてここはサーカスガシャですね。はい、魅惑のショータイム佐久間真由ということで、真由はキュートプリンセスの特技、あなたへの喝采ということでフォーカスとなっています。はい、そしてもう一人が姉子の心意気ということで、村上智恵、智恵はファッションチアの特技が天幕の演技、演技やね、天幕の演技ということで、ライフスパークルとなっております。はい、そしてエスレアはシークレットモード城ヶ崎リカということで、リカちゃんはパッションアビリティのダメージガードとなっています。はい、ここはね、まあ、サーカスらしい衣装っていうことでね、結構個性的な衣装となっています。はい、そしてここドキドキツアーズガシャということで、こちらツアーがテーマとなっております。はい、我らが副担当レッツゴーパレード姫川ゆきということで、ゆきはパッションプリンセスの特技がホームインフラッグということで、パッションフォーカスとなっています。はい、そしてもう一人 SS レアはよもすがらパーティー白坂小梅ということで、小梅ちゃんはクールステップの特技一緒に遊ぼうオーバーロードとなっております。はい、そして S レアはふかふかプリンセス小賀小春ということで、小春ちゃんはキュートメイクの特技花丸スマイルということで判定強化となっております。はい、こちらの衣装はね、ユッキがのガイドさん、バスガイドさん的な感じで、で、小梅ちゃんが、まあ、濃い色、暗めな色のドレスとなっています。はい。で、ガシャは、納税とりあえず引いていこうかなっていうところなんですけれども、まあ、今回ね、新しく出た、プライズ。まあ、こちらはもうね、結構、なんていうか、研究とか色々されてるんですけど、まあ、私の解釈としては、天井が少し近づいたなっていう、運が良ければ300連しなくても天井分、ね、溜まったと同じ感じで、まあ、この、これやね、このスカウトチケットが手に入るんで、これで限定のね、アイドルちゃんも手に入るっていうことなんで、このプライズガシャっていうのが結局どこまで続いてるかにもよりますよね。復刻だけなんか、期間が、この交換期間が7日までやから、結構長いことね、フェスとかも入ってるのか、それによっていろいろ話は変わってくるんやけど、それはまあフェスが来てから考えることにしましょう。はい。で、納税を引いていくと言いましたが、私ね、どこや？ん？ん？今バグったね。何も見なかったことにしよう。ここの時だけ、ユッキ狙いで180連引いて、結局ね、全員ゲットしたんで、Sレア含め。ここだけはちょっと、まあ、パスということで、ここと、あとメモリアル引いていこうかなと思います。はい、では引いていきましょう。今んとこね、納税毎日してるんですけれども、特にお変わりなく、プライズも特にお変わりなくといった感じです。はい、じゃあ引きましょう。お願いします。今のは違う。今のは違うね。違うね。ああいうロード出すのやめてください。はい、すみちゃんでした。はい、ちょっとプライズにも期待やね。はい。はい。じゃあ次、こちら引いていきましょう。はい、お願いします。はい。まあね、本当に何もないならロードがない方がね、
特に期待せずに済むということで、はい、牧野さんでした。はい、そしてプライズはロード入ったからいい感じかな。あ、別に別にでした。はい、じゃあメモリアルね、引いていきましょう。ここはまあプライドなしということで、はいはい。あ、結構ね、最近納税でエスレアを引いてるんですよ。まあ限定エスレアは引いてないんですけれども、はい、ということでオトハさんでした。はい、じゃあ次フェスやね、フェス。はい、ということでフェスぐらいから無料10連始まると思うんで、そっから私の紙引きにね、ご期待くださいっていうハードル上げとこう。はい、それでは今回はこのあたりで終了したいと思います。もしよろしければ画面下にある高評価ボタンもポチッと、画面右下にあるチャンネル登録ボタンもポチッとよろしくお願いいたします。それではご視聴していただきありがとうございました。お疲れ様でした。